In the 15th century, the Ryukyu Kingdom flourished as a key trading post. It was around this time that Ti, the precursor to modern karate, was developed to fight off Japanese pirates. This native Ti and Chinese Kung Fu were later combined to become known as To Di, meaning Chinese hand or technique. This is why many karate dojos display a picture of Dharma, an Indian monk who introduced Zen Buddhism and Indian fighting techniques to China. 武術の処刑、これを T と言いますけどね、手と書いて T と言いますが、その原始的なものと、その中国から伝わったとされる中国憲法と、それから東南アジア方面から伝わった武術がミックスされる。よりミックスされるということは、沖縄の方言ではチャンプルーと言います。これはチャンパーローと言って、インドネシア語ですがね、そういうふうに混ぜ合わせた文化、これが沖縄の文化で、空手もいわゆる独自でできたわけじゃなくて、そのようなミックスされた文化が沖縄の文化であると。だから空手は沖縄の独自性じゃないわけです。ベストキットではこうやるのが鶴方ですね。これを刺すわけです。鶴方で虎方はこれが虎方ですね。これ虎口と言います。虎が口を開けた格好で相手を襲うという格好ですね。これ金敵をカバーしながら襲うという、これ虎口ですね。で、あとは竜ですが、創造上の動物です。これはですね、声ですね。こういうふうに寄ったふりするのが水拳ですね。こう切って相手の実際見てるんですよ。こう見ながら相手が近寄ってくると同時にこう跳ね上げてくるんですよ。ここにこう入ってるわけですね。これが水拳の技ですね。でつまりこうして寄ったふりしていてさっと入っていく、入っていくとこれを回していって、あと猿拳がありますね。相手が後ろから絡んでくると、まずこう絡んでくると、これを上に跳ね上げます。で、下に跳ね上げると相手重心が来ります。つまりこの技ですね。で、相手が掴んでくると同時にパンと跳ね上げます。跳ね上げてもう金に入ります。これ金的にちょっと前に寄ってください、はい、こうパンと跳ね上げて、これ金的に入って、これをここに持っていく、ここに行ってこう倒します。金の術というのは沖縄のいわゆる地位にはなかったわけですよ。なかったなかった、ある部分もあるわけです。なかった部分も多いんですよ。その金の術を取り入れて、その経絡、いわゆる中国のオキパンクチャ、針ですね、針の経絡とつなげた部分があるわけです。これグビシという本に書いてますよね。その部分が沖縄にだいぶ伝わって、槟南から伝わったのが剛柔流であり上地流なんです。そしてもっと北の北京付近から伝わったのが知り手の原型なんです。で、それが沖縄には両方が伝わって沖縄で成長していったと。いわゆる T というものに対して栄養剤を与えてくれたのが中国憲法の通りなんです。